マミムメモ、せやかです。後付け音声で今回はお送りします。遠出した時の購入品紹介ですね。ついにデパコスデビューをしました。ディオールのグロスです。化粧下地とリキッドファンデーションとこちらのリップを購入しました。正式な名前はリップグロスじゃなかったかもしれん。いや、リップグロスなんだけど、ディオールアディクトリップマキシマイザー10番ですね。ほんのりなめがかかってて綺麗ですね。撮影時は化粧下地とリキッドファンデーションは化粧ボックスにしまい込んじゃって近くになかったので、この Vlog では試し塗りはしてません。すいません。はい、次。システム手帳関連の商品ですね。ノックスの2024年のスケジュール関連のリフィルですね。バイブルサイズの見開き1週間の24時間バーチカルとバイブルサイズの片面1週間片面メモ。はい、次はエコバッグですね。シュパットって言うんですけど、畳んでる状態すっごいコンパクトで、広げて持ち手をブワーってやったらもう物が入れられるんですけど、この商品は畳む時が秀逸な商品でして、端っこを引っ張ると形状記憶っていうんですかね、もう畳んでる状態になって、あとはもう丸めるだけでいいっていうね、まさしく商品名のシュパットなんですね。エコバッグってね、丸める作業が地味に億劫で、それを考えて出すのが面倒になって買い物しない時とかもあるので、これはもう財布の紐が緩くなりますね。で、小さい方が1000円で、大きい方が1900円だったかな。で、大きい方はセールで買ったような気がします。で、大きい方を広げてみると、小さい方は真ん中が持ち手になってたけど、大きい方は端っこが持ち手になってますね。で、そのおかげたくさん入りそう。で、畳む時はね、実演しようとしてるんですけど、初期がどんな畳み方だったっけってちょっと苦戦してますね。まあ、今回は試行錯誤の末自分で回答を導き出せたんですけど、まあ、結果半分の半分でゴムくるりんってできたっていうね、はい、次、甘味堂のリトロっていう付箋ですね。中身の付箋が汚れないようにカバーがついてて、必要な分だけ付箋を切り取ることができる商品ですね。糊の部分は全面についてて、まあシールみたいな感じだったかな。公式で使い方動画があったので、興味がある方は見に行ってみてください。次、こちらはセール品だった衝動買いですね。伸びるポケットシール。手帳とかノートにつけて、いろんなものを入れられそうですね。見本はペンが入ってましたね。これ使いどころにすごい迷ってて、ここぞっていう時に使う意志が強すぎて未だに使ってないですね。次、デコラッシュの食事マークですね。さっきさらっと写ってたあの真ピンクのシッタ手帳に使いまくってて、まだ全然使い切ってないけど見つけてしまったので、じゃない、予備で購入してみました。次、これまだね、半額だったセール品の衝動買いなんですけど、システム手帳 A5 サイズのリフィルですね。黎明富士のレコナシリーズの PP ポケットと、プロッターの 2mm 方眼、そしてドローイングペーパー、 HB×W A5 サイズのアシュフォードの方眼リフィルと、マークスの1日1ページのデイリーリフィルですね。半額を機に気になったリフィルを買ってみました。これもね、半額だった BGM のマスキングテープですね。またマスキングテープ買ってしまった。はい、次、こちらね、フレイクシールたちですね。これも、半額だった商品を買ってきたって感じですね。次に M5 のリフィルですね。黎明富士のデコナシリーズかな。私ね、リフィルはカラフル系はね、あんま使わないんですけど、まあ、この情報は目立たせたいっていう時とかにはいいですよね。あと私は M5 でね、行動ログを書いてるんですけど、1日のタスク管理をやったことなくって、まあそういうリフィルがあったのでお試しで買ってみました。はい、以上になります。車移動のね、買い物は後先考えずに大量に買っちゃうんですけど、電車の遠出だとね、帰りにね、手持ちで持って帰ることも考えて、ちょっと買い物が控えめになりがちですね。
まあ、この日はディオールでお買い物もしたし、大人の階段を登った一日でしたね。はい、ここまで見てくださってありがとうございました。これからもね、こういう商品紹介だったり実写動画を投稿していきますし、過去にもいろいろ投稿してますので、概要欄の実写動画まとめ再生リストもあるので、そこからまたいろいろ見てくださると嬉しいです。ではまたねー。